大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者鈴木義信国土交通大臣が今日揃って現地沖縄へ視察に訪れました日本防衛の鍵とも言われる弾道ミサイル防衛システム通称新 BMD システムの導入を目指す民谷氏